週末をお過ごしですか？うん、今日は歯医者さんに行ってきて、あとは寝てました。アウチ。オーノー。上島のカズさん、ナッカンさん、長谷川さん、ルンルンさん、ありがとうございます。こんばんは。にゃん。なんか夢見たけど忘れちゃいましたね。なんだったかな。ゆうさん、星ありがとう。よかのさん、まぐるさん、花火 Thank you。 ちょっと花火集め。トリプル台風日本列島に来てます。そうなんですか。と目がむくんでんかも。ボブさんありがとう。モンブランさんありがとう。パワートリプル台風略して取りたい。ユウさん、テーテーありがとうございます。こんばんは。ゾンビメイク最近されてないですか？してないですね。あ、大崎亀島のカズさんありがとう。花火さこちゃん配信のコスプレすごいね。何のコスプレなの？あとじゃあ AKB さんのステージ盛り上がりました。明日はしていいよ。あ、楽しみ。私ちょっと明日朝とても早くて、今日はちょっとね早めの配信でございます。メロンパンさん、大崎亀島のカズさん、ナカンさんありがとう。こんばんは。明日早いのでもう今日は10時半ぐらいに寝たいな。10時がいい。めちゃくちゃ可愛すぎて。本当ですか。ナカンさんありがとう。アラビアンがジャラジャラだからこの時間。そうそう、もう寝るためにね。ザンタクさん、テッテ、リレイヤーさん、花火、ドンパンダさん、花火ありがとう。うん、みんな花火ありがとう。もう10代じゃないんだからたくさん寝てる。おい、もう20代3年半経験してる。まだまだ元気じゃ。こんばんは。瀬戸内のミニマロンさんありがとうございます。さっきまで寝とったし。イスケンマシンさんありがとう。寝ておくと今日は歌いたい気分なんですよ。私は歌いたい。ファンクラブも更新するね。
WYJ293 ジュンさん、スカバラナさん、イシケンマシンさん、ありがとう。スイカ割り今年やられてないですか？やってないです。やりたかった、 やりたかったっていうか、やったことないかも。ちょうど僕もみちの歌声聞きたかった。これこそウィンウィン。顔の輪郭がめちゃくちゃ綺麗で羨ましい。またですか？ありがとうございます。ありがとうございます。打ち上げ祭でスイカ割りやりたい。みんなで食べて。メロンパンさん、ありがとう。昨日すればよかったな、スイカ割り。こんばんは。ラスカルさん、ありがとう。スイカの個体差によってマジで割れないのある。頑丈スイカ。ラスカルさん、ありがとう。しげのりしっさん、ありがとう。こんばんは。今日めっちゃ可愛い。本当？なんでじゃろ。まったりです。しゅんちゃん、ありがとう。レムニアさん、ありがとう。寝起き感あります？たかしんさん、レムニアさん、ありがとう。ダイヤモンドホール、ありがとう。こちらこそ、楽しかったです。ナコーヤにあれ歌うかな。SKE さん、花火ハンター道はこちらかな。パン、そうなんです。 SKE さんに花火は終わらないっていう曲あるんよね。ね、
アイスが食べたくて。今日は日本に到着初めて。え、そうなの？何するんですか？ショウさん、メロンパンさん、ボブさん、ナッカンさん、ルーワンさん、風見鳥さん、ジュノラゴさん、ありがとう。星の優勝中にありがとうございます。ウェイ、マイハチ、マイハチが花火くれた。しかもマイハチ SMS 認証してるやん。ありがとう。 Thank you。 私もひっそりカウントなどしてます。あの星はさ、メンバーの星は対象にならないので、イベントのでもコメントはなるらし、なるっぽいから、ひっそりカウント、そう、時間が あったメンバーにやってますので、頑張って最後まで。弁当アイス食べようね。マイハチもお花火の達成しとんか。サトケンさん、ライザンさん、アオさん、チェリーさん、ありがとう。Thank you。 花火打ち上げれるように頑張ります。打ち上げていきましょう。ニャンニャンさん、キューさん、メロンパンさん、ありがとう。花火置いてくね。うん、ありがとう。名古屋コンサート楽しかったね。なっかんさん、勝田氏、はぐれぴよさん、ジャックさん、メモツンさん、ありがとう。歌えるかな。と歌いたかった曲を。 K8 さん、慢性鼻炎さん、ありがとう。治れ。太陽が背中向け告白をしない方が良かったかもなんて、落ち込む僕に振り向いて、でもありがとうって君が言った。グレーの制服が眩しかった。あたりは暗いのに輝いていたはず。恋さ、片思いよりも僕は思い出を選んだ。君の素敵な笑顔は最後の収穫さ。叫びたいほどすがすがしい。あっちこれは NMB さんです。
不思議真実が見える。気遣う優しさが嬉しかった。君を好きになって、僕の目は正しかったよ。病したい。エモい。なっかんさん、あおさん、すごねしゅうさん、ふうすけさん、あべさん、ありがとうございます。ただ思いよりも僕は新さん、タッカーさん、ありがとう。ネムケンさん、ありがとう。なんかお昼寝から起きた瞬間にさこの曲がなんか頭に流れてたんだよね。じゃない、いい話もあるよ。
さん、つぼねしゅんさん、ちゅうさん、つるちゅるたんさん、ちゃんたくさん、どこまでやった、デブニオさん、エムケンさん、ビーディーマスさん、ありがとう。歌えるかな、これ。もう7時半か。どこか空白くらいあるだろう。マジ人生も嫌なことの一つはしょうがない。今日が晴れだって雨だって地上はいつだってご機嫌だ。どうせ明日なんかわからない、今だけよけりゃいい。さあバカになれ、愛してるぜ、世界中愛してるぜ、兄弟だ愛してるぜ、よろしく People in the house、 愛してるぜ、叫ぼうぜ、愛してるぜ、思い切り愛してるぜ、拍手しよう、 Oh you're ready peace、 踊れオーラオーラ、踊れオーラオーラ、踊れオーラオーラ、全部吐き出せ、踊れオーラオーラ、踊れオーラオーラ、踊れオーラオーラ、プロスコレーション、難しいことなんか何も考えなくていい、そう俺たちは楽しく生きるだけさ、パッパラッパ、だってそばにいる誰かと誰か、今一緒にバカやればすぐにギャングになれるだろう、言葉はいらないよ、さあ熱くなれ、最高だ、汗かいて最高だ、腕上げて最高だ、手を回せ Everybody here、 最高だ、心拍数最高だ、雰囲気を最高だ、非常識 Getting going Hey、 飛ぶよオーラオーラ、飛ぶよオーラオーラ、飛ぶよオーラオーラ、夢の世界へ、飛ぶよオーラオーラ、飛ぶよオーラオーラ、飛ぶよオーラオーラ、プラスドネーション、さばかになれ、愛してるぜ、兄弟が愛してるぜ、よろしく People in the house、 愛してるぜ、叫ぼうぜ、愛してるぜ、思いっきり愛してるぜ、拍手を Oh you're ready peace、 踊れオーラオーラ、踊れオーラオーラ、踊れオーラオーラ、全部吐き出せ、踊れオーラオーラ、踊れオーラオーラ、踊れオーラオーラ、プラストレーション、プラストレーション、さあ分け、さあ
ほんほん。いいな。これ博多座の時にちょっとだけ踊ったんですけど、波乗りかき氷じゃったけんかな、なんか途中までしかね出てなくて、ちょっと鼻が出てきちゃった。そう、やりたかった、思い出。なかんさん、花火いっぱいありがとう。ちゅならごさん、ちゆんさん、なべさん、ボブさん、ゆうさん、モンブランさん、つばゆうすきさん、MKさん、石剣マシンさん、ありがとう。赤田さん懐かしいね。9時ぐらいまで配信しますよ。今日は9時からご飯なのでちょっと遅いよね。
って今はいいやって思うと現れるんだって。ジョナラゴさん、ジュンさん、ありがとう。にゃほん。どう。こんばんは。赤さ、タナハ、赤さナハ、ハヒフヘホ、あん、僕の打ち上げ花火って入ってないんだ。なんか歌った記憶あるんじゃけど、カラオケルームで歌ったんか。
が僕のこの気持ち君が好きだ濃い色に焼けるように恋はきっといつか気づくものさエビエビで宇宙社会エビエビエビでエビエビで宇宙社会ちょっとでイベントが終わりますね。皆さん行ってどうぞ。応援しに。あと14分。ドキドキやね。もう七窓すごい。たださこちゃんすごい服アラビアン。
翔さん、花火いっぱい、ジャストミトさん、ありがとうございます。お芋さん、なかんさん、ボブさん、よかのさん、たかっちゃん、サンダーさん、風みどりさん、大崎亀島のカズさん、ありがとう。こんばんは。ちむせいでいかいの。ありがとうございます。パレを歌ってないよ。ヒコロブさんの夏祭りに入ってる。ね、時期ぴったり。ちょっと歌いたい。騒ぐ声に紛れ込み
あんず、はしゃぐ君見つめてる。ここで二人きりになれれたなら、僕のこの恋付き合いをあげるのだろう。カッコつけて手招きを決めて、身元そっとつぶやく、うなずいて笑った君からの返事。待ってたって戸惑って君に恋したう、その表情に花火さえ挟んでしまった。みんなにはバレないように少しだけ駆け落ちしよう。手に切ればスタートする、ブレーキはない。恋が僕らを追い抜くとき、二人はきっと なんちゃんさん、つぼねしゅんさん、アイルトン佐藤さん、なっかんさん、ありがとう。見せたまわってるけど、恋心は加速してくる。君しか見えない、目合うだけでも熱くなるよ。今独占してる、ああ切り見える真っ暗な空に恋の花、少しだけいつもと違う切なさが僕に刺さった。なんかね、犬みたいだ、でも確実に目の前にいて笑っている。何もいらない、君だけがいいんだ。歌えるかな。入ってて、今週日曜花火行こう。
もあげるのだろう。カッコつけて手招きを決めて耳元そっとつぶやく、うなずいて笑った君からの返事しよう。飛び切ればスタートする、ブレーキはない。恋が僕らを追い抜くとき二人はきっとスピードを重ねる。嬉しい、入ったの。ST もなんか曲追加されてないかな。なかった。あら、メモツンさん、パワーありがとうございます。パンパンパン、熊花火タワーありがとうございます。たまやー、かぎやー、ばば、おめでたわ。何タワーって書いたらいいですか。これひろさん、大崎上島のカズさん、アンバさん、ありがとう。いつもありがとう。ありがとうじゃなくて。夏々に君に恋した。ワンピース
もつんさん、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。Thank you、 ありがとう。メモツンさん、ありがとうございます。今週日曜花火行こうって、バイト仲間にぎわってるメッセージ、夏祭り一時期ずっと聞いてたくらいには好きね。私もめっちゃ好き。最近聞いてなかったから歌えなかった。三好の聖地巡礼してきました。お、いいね。見てきた明日、伊藤すごいね。そうなんですよ、明日すごく、多分4時台起きなので今配信させてもらってます。スタジオの振り替えどうにか消さんと、お、よかった。4時台の後半じゃろうけど、りょうさん、ありがとうございます。頑張ってきてね、楽しみ。ありがたい。パッキングはこれからですか？そうなんです。晩ご飯は父が帰ってくる9時にご飯食べるの。わあわあ、
携帯かけるより渋滞のバスより君が待つ場所まで走る方がいいさ。夕日が落ちる直前の空やりたいな、これ。お父さんが9時に帰ってくるっていうのは取っ手つけたような話だ。じゃあガチャっていう音がしたら私は配信を終わりますね。ガチャっていう音がして10分後ぐらいに、それがご飯の合図なので、多分それが聞こえるようにドアも開けとくわ。9時ぐらいに。別に信じてもらわなくてもいいんですけど、本当のことを言ってるだけなので。ガチャご飯、そうです。まあもうちょっと前に帰ってくるかもしれんけど、私の父は9時に帰るって言ってたから。Q さん、 U さん、レブニャンさん、ジュンさん、ベリーマンさん、ジャストミトさん、ユキさん、ユーカさん、坪井ユースケさん、ジャストミトさん、花火いっぱいありがとう。世界ひろしさん、ジュンさん、ユウさん、ホジェさん、風みどりさん、レブニアンさん、ツボーネシュンさん、井上義弘さん、リョウさん、レブニアンさん、アイルトン佐藤さん、
ありがとう。泣いてないで。なんだかね。ご飯はまだ分かりません。なんじゃろ。あといつもすごく私にとって嫌なコメントがあるんですけれども、嫌なコメントをよくしてくるなっていう方がいらっしゃるんですけど、でもそんなせいで配信を楽しく楽しい気持ちから変えたくないから、なんか難しいよね。ナイスでも。のどちらかってコメントだったらごめんよ。違うよ。いつも明るいコメントありがとうございます。逆線磨くはもうバッチリよ。十分よ。やっほー。いや、あのね、ここで申し訳ないって思ってくださってる方は絶対違うから大丈夫。ありがとうございます。可愛くてごめん。そう、なんかね、何回かブロックもね、でも私はすごい全然ブロックはあんまりしたくない人なんだけど、自分の気がめいっちゃう時があるから、ブロックをした時にやっぱブロックしても他のアカウントで来られたりとか、なんかやっぱ結局どうにもならなくて、なんか24時間で効果なくなるし、もう諦めちゃった。
ので、SMS 認証をしてくださってる方のギフトは読むようにしようかなって。知らなかったです。そうなのよ。でもそんなに本当に人生でっていうかショールームでこの7年間ぐらいでめちゃめちゃ連投される方もコメントが埋まるぐらいと他何人か多分いらっしゃったんですけど、そうだとその自分が気がめいるコメントをするされた方10人以下ぐらいなんですよ、きっと。私がブロックしたことあるのごめんなさい、あんまりブロックしたくなくて。そう、そうなんですよね。まあ、でも皆さんからのコメントはいつも、ね、嬉しいコメントもの方が多いです。ありがとうございます。そんな皆さんのおかげで私は続けてられるので。梅サラダチキンさん、庄司さん、コータンさん、ナカンさん、チノラゴさん、キューさん、ユウさん、レブニャさん、チユンさん、ビリマさん、ジャストミトさん、ありがとう。ヨカノさんありがとう、デミヤさんありがとう。ドアガチャ聞こえてるかも。これ違うね違うドアガチャですね。これは関さんありがとう。せやね、SMS 認証で番号を登録してるからそれを元に対策できないのかな。そうそう、でも SNS 認証してなくても見れたりするからね、コメントも。長谷川さんありがとうございます。ジュンさん、庄司さんありがとう。試験マシンさんありがとう。前髪切ってから結構褒められる。毎日暑い日が続いてますが、外に出るときはずっと日傘さしてますか。ずっとではないかも。でも心がけてあります。翔さんありがとうございます。昔イモースのクイズ今ならめっちゃ面白かった。本当ですか。
かしいね。なんかいろんなメンバーでもやりたいですね。チャコの足音が聞こえるかも。今の夫は私の母が、あの、あれなんだ、お風呂場をお掃除してくれてる音です。こんばんは、明日よろしくね、お願いします。花火22位だって、今日もお疲れ様、お疲れ様です。このポーズお気に入り。チョコあんまりポーズできんもんね。もう最近全然出てないね。そういうすけさん、レブニアさん、昔からおじんさん、残卓さん、ありがとう。みけちゃんさん、 Thank you。 浜松の IH さん、しょうさん、大崎亀島のかずさん、石剣マシンさん、しょうじさん、じゅんさん、長谷川さん、ありがとう。広島から帰ってきました。 お疲れ様です。家に帰ってくるかしら。ゲット改めて見る、なかなかの時代、肉のキュー、後ろの足の肉球も同じ形。そう、チャコの肉球は真っ黒でね、可愛いんですよ。
とピンクだけど、ここの差し入れのにお気に入りでした。お気に入り。でもエビが好きなので、やっぱエビカツはめっちゃ美味しかったな。幸せでしたね。そう、差し入れいっぱいだった。確かに天むすも嬉しかったな。エビといえばハワイアンのシュリンプ食べた。お、どうでしたか。エビカツのあのソース、一緒にサンドしてるソースがめっちゃ美味しかった。フライは食べてない。チーズにミートボール入ってるやつ、なんだそら。うん、そうやって食べたのはハワイアンのシュリンプ。そうです、そうです。多分オーロラソースだった気がする。エビカツの中に入ってるソースになんかキャベツ、レタス、キャベツが美味しかった。シャキシャキと、そう、サクサクの、カツのサクサクのマリアージュでした。いつも虫は名古屋ですね。あの桃鉄庵の時はひつまぶしいただけたんですけど、そう、コンパルのサンド初めて食べたけど、それそれ、コンパルのエビカツ食べました。でもエビ好きメンバー多い気がします。ミナミもエビ好きです。エビ好きだし、ツアーの時のひつまぶし結構な高級品だった記憶ね。なんか高かった記憶、おきちゃんと食べてた時の。多い気はしますね、メンバーの中に。俺もエビ好き。ほんと、私は甘エビ、私は味噌カツ食べてないです。これはち
ちゃま。味噌カツのなんかお弁当でいただいてたんですけどなかった。なんか気づいたらなくなってた。こんばんは。コンパル美味しかった。コンパル3回ぐらい食べたことある気がする人生で。まさきかみじめのカズさんありがとう。味噌カツ苦手って言った気がする。違ったっけ。そうなんかね味噌がねちょっと苦手なんですよね。味噌汁は好きだし味噌ラーメンも好きやけどなんかなんでなんじゃろう。なんかよくわかんないですけどなんて言ったらいいんかね。味噌ソースじゃなくてなんかドロドロってしてる味噌はちょっと苦手で、まあ、だから取ってなかったし、あの他にもたくさんいただいてたのでいいかなって思ってたんですけど普通にね食べたかったメンバー分もなくなってたっていうか、そうお弁当何種類かあったんかな分からんけど、でも私は全然どうぞどうぞ。ちょっと癖があるから苦手な人。味噌田楽みたいな、そうそうそう濃い感じのが苦手。そうそうそう、それって甘い味噌なのかな。お疲れ様です。チャコがカバンを漁ってる。キューさん、レブニャンさん、ちゃんたくさん、ニシケンマシーンさん、今は天空 RE さん、レブニャンさん、大崎亀島のカズさん、チノラゴさん、ありがとうございます。どうやってカレーうどんみたいな話聞きませんでしたか。聞いてないかも。そういえば昨日チリさんの生配信でみちのお長鳥ポニーのこと話してた。本当ですか。嬉しい。お会いしたい。久しぶりに。ゆきさんありがとうございます。とてにね、味噌煮込みうどんもあかんかな。どうなんじゃろう。でも味噌ラーメンは好きだけど味違う。あんまり
緒に込みうどん食べたことないかも。味噌チゲとかは好きです。確かに味噌の種類がいっぱいある。テストの先行抽選申し込みが明日いっぱい、すでに申し込み済みだけだってくれ、上がれ。チゲの辛さね、美味しいですよね。マフィンさん花火いっぱいありがとう。こんばんは。あ、カニ味噌は好き。唐辛子系の辛さに強い。そう、そう。でも前に言ってた広島のつけ麺の四辛が辛くないみたいなのは本当に辛くなかった。もうこれは本当に辛くなかったです。私もね、4って下に3段階もあるけんさ、まあ辛いですよって思ってたけど、そんなだった。サインがオンライン話し会の時にプレゼント持って帰ったって言ったけど、みちは持って帰った、持って帰りました。小ゆうすけさんハートありがとう。最近は暇さえあればリアニシリーズのエンディングライブしよう。いいね。家の一味か七味だけずっと噛んでみて、めちゃ辛い。ちょっと待ってね。何からまであるの？10から、10からぐらいまであった気がする。七味さんに似てないです。ゆきさん、なっかんさん、つぼゆうすけさん、なべさん、デミニャンさんありがとう。かずきさん花火ありがとう。ぽーこさんありがとうございます。はぎさんありがとう。まあ、辛さのあれが違うけどさ、ジャンルが国松はさ1辛がちょうどいいんですよ。2辛になると1辛は美味しいの後に辛いが来るぐらいだけど、2辛だったら辛いの後に美味しいが来るっていう気分になっちゃって、最初に辛いで食べたい日もあれば美味しいで食べたい日もあって、そう。でもこれは山椒の辛さなんですよ、国松はね。でも辛さ1でさ、国松は1辛で辛いっていう頭があるけん、その爆弾屋の4辛が絶対辛いでしょって思ってたんですけど、シャコがお餅取りました。
1もめっちゃ辛いよね。1からでも辛いってなる。台湾までそば食べて欲しかったの。有名なんですか？食べたかった。アラサーさんありがとう。蒙古タンメンいけそう。蒙古タンメン、あのコンビニのカップヌードルなら食べたことあります。何回も。トククさんありがとう。でもなんかあれですよね、本当のお店に行くとめちゃ辛いよって聞かない？そう、カレーの辛さはちょっと苦手っていうか、あのあんま食べれない。甘いのが好きです。でもそんなにめちゃめちゃ強いわけでもないんですよ。山椒にも唐辛子系にも食べれるっちゃ食べれるけど。うん、辛かった？山椒のさ、しびれとか楽しくないですか？やばい、口の中がしびれてるって。充電がなくなってきちゃいました。うん。山椒、スパイシーなアドベンチャー。ジュンさんありがとう。山椒と唐辛子の辛さはどっちが好き？どっちやろう。でもさ、どっちも好きなんですけど、なんか求める時が違うというか。パフィーさんありがとうございます。そうね、なんか辛いの食べたいって言っても、山椒と唐辛子どっちでもいいわけじゃないみたいな。今日は山椒の辛さの気分みたいな、なんかそう別物って感じしません？求める時が違う、すごくわかります。辛さに強いとかって遺伝なんかな。遺伝結構ありそうじゃないですか。私の親はそんなに強くないのよ。多分同じぐらい。甘いの食べたい時に洋菓子と和菓子で違うみたいな。確かに確かに、そんな感じ。だからどっちも好きですね。山椒と唐辛子、求める時が違うけどどっちも好きじゃけど、確かに山椒を食べる時が汁なし担々麺かうなぎぐらい。唐辛子の方が食べる頻度は高いかも。
キング剣は3からレベル、3からも辛くないですか。結構暑さとかは食べ方ねえ。でも私猫舌です。うどんには一味かける派。私もかける。ラムチョップさんありがとうございます。マイカリー食堂、カレー屋さん呼んだ。多分カリーじゃけん。髪の毛伸びたら可愛さ100倍になった。本当ですか。パンパンパン。チャリメラの宮崎辛麺おすすめです。あ、チャリメラ力のおはぎさんありがとう。お菓子で辛いの食べてたから耐性ついたねえ。確かに慣れを、慣れって大事よな。あつおさんありがとうございます。リムニアさんありがとう。山椒のお菓子ないから耐性ない。え、でも前あったよ山椒のお菓子。見つけましたわ私前。なんかスナック系だった。あ、帰ってきた。山椒クッキーとかもあるんじゃん。黒胡椒が入ったチョコねえ、スパイシーそう。ね、チョコが大暴れ。あ、ダメだったの。結構自分の中で今つけ麺ブームです。足音が可愛い。でしょ。多分10分後ぐらいにご飯になるから10時10分に終わろうかな。ルダクパクミョンっていう辛い麺があるんですよ。私あれしか食べたことない。カルボナーラのなら食べたことあります。プルダック、カルボナーラは3回ぐらい食べたことある今まで。で今家にチーズのやつもある。あれめっちゃ辛くないねえ。はっきりドアの音するので、あなたの部屋も開けてますか。そう、ドアの音が聞こえるように開けてましたけど。閉めますね。声が聞こえるかもしれないから。声聞こえたら配信止まっちゃうから。カルボはギリ食べられるレベルだった。カルボナーラ、ガルボ、あれガルボだったっけ。カルボナーラ飲み物、あれは美味しく食べれたよ。こんばんは。でもあの赤いやつとかは多分無理。黒いやつとか。日焼けした。日焼けしたかも。夏だからね。途中でマヨネーズ、いや美味しいよね。
激辛系とはチャレンジしたことないです。ないです。鬼とかが書いてあるパッケージのやつですか。モンブランさんありがとう。怖いよね。なんか全然違うかもしれんのんじゃけどさ、リップでさ唇をぷっくりさせる効果があるやつがあって、カプサイシン、カプサイシンが入ってるリップ、あれも唐辛子の辛みの成分ですよね。おお、なんかすごい、それの結構強いやつ、なんか、うん、プランプアップ効果があるリップのを結構いろんな種類出してるメーカーさんの中で一番強いやつをつけたんですよ、公演前に。そしたらめっちゃ歌が下手で多分そのせいなんですよね。もうピリピリして、喉までピリピリがいって、でも唇をめっちゃぷっくりして、スタジオ公演の前につけたことがあるんじゃけど、めっちゃ下手だったそれからもうつけてない私そのリップ。ちょっと腫れるってこと。そうそうそう、腫れる、腫れさせる辛み成分で、で唇をぷっくりさせ見せるみたいな、そういうやつなんですよ。普通に流通してるの、うん、なんかそう、いろんなお店から出てて、そのプランプアップ効果があるやつは、私がつけたのはもう本当にめっちゃ効果があるやつだったんです。なんか味もおかしいっていうかなんかそう、ディオールとかもあるんですよ、プランプ系のやつね。それはそんなになんか自然なぷっくり加減で終われるから大丈夫なんですけど、そうそうそう、もともとね多分ぷっくりしてるんですけど、その私が塗ってた時はさらにぷっくりを求めてた時だったんですよ。なんか YouTuber さんとかがさこう検証してたりしたらさ、自分もつけてみたくなるやん。マフィンさん、ジュンさんありがとう。すごかった。川口春奈さんを目指してた時期があった。やりましたよ、中学生ぐらいの時。でも歌いたいから始まる瀬戸りになってからの話じゃけんって覚えてる。私はクワトロでやった時のライブの話です。これは1年前ぐらいかな、10年前、10年も同じ瀬戸りで。なっかんさんありがとう。オンリーでやってないよ、ね、
ご飯まで、そう、あ、川口春奈さんに憧れた時が10年前ってことね。中学生って言ったっけ。13歳、そうじゃね。なんか雑誌で見たりして好きだったのよ。今ももちろん好きですけど。坪井祐介さん、大崎亀島のカズさん、デブニアンさん、ホジェさん、ありがとう。え、元アイドルじゃないんじゃない、モデルさん。今調べたけど何で知ったんだったっけって。ニコラのモデルしてらっしゃったらしいけど、私ニコラを読んでなかったって思って、なんじゃろうってなってます。ニコプチは読んでた、それかな。本当だ。ドラゴさん、ありがとう。よかなさん、ありがとう。大月上島のカズさん、ありがとう。はたやんさん、ありがとうございます。ということで、そろそろ壇上を読んでいきたいと思います。13位ゆきさん、12位坪井祐介さん、11位しょうさん、10位ざんたくさん、9位じゅんさん、8位なべさん、7位いしけんマシンさん、6位パフィンさん、5位ジャストミトさん、4位長谷川さん、3位つばねしゅんさん、2位なっかんさん、そして1位はドゥルルンジャン、メモツンさんでした。ありがとうございます。ラッキーナンバー22はドゥルルンジャジャン、キミさんでした。ありがとう、 Thank you です。ではまた明日お会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。私は早く寝たいと思います。ちっかさん、ありがとう、ありがとうございました。